オーストラリア航空のボーイング767の 300ER オーストラリア航空はオーストラリア国内及びアジア路線に就航していた格安航空会社である。同じくオーストラリアの航空会社であるカンタス航空が100%出資することにより2001年に設立。カンタス航空はカンタスとジェットスターの2つにブランドを統合することを決め。 オーストラリア航空は2006年に運航を終了した。主に観光目的の利用者をターゲットとした航空会社であり、ケアンズ国際空港を拠点にボーイング767から300型機をオールエコノミー仕様にして運航していた。カンタス航空系列ではあるものの、同社のマイレージプログラム、カンタスフリークエントフライヤーのマイル加算対象とはならなかった。 日本では、親会社のカンタス航空が、代理業務を行っていて、予約や問い合わせを取り扱っていた。2006年7月より、カンタス航空は、カンタス並びにジェットスターの2大ブランド戦略の、一環として7月に、オーストラリア航空のブランドを廃止。オーストラリア航空自体は、ウェットリース会社として、運航、客室乗務員を、リース、既存路線を、 カンタスブランドにて運行。2007年8、9月より、ケアンズ名古屋、大阪線を、ジェットスター航空が運行することになり、カンタス航空は2007年8月末での、オーストラリア航空閉鎖を決定。2007年9月より、カンタス航空は新たに、ケアンズベースの開設を決定。オーストラリア航空全客室乗務員は、カンタス航空へ移籍。 大部分が引き続き、ケアンズをベースに、カンタスの乗務員として、国内線、近中距離国際線のフライトを担当することとなった。ありがとうございます。